じゃあ今日私半休もらってるんで。日本の人気ドラマソロ活女子のすすめシリーズでは、出版社の女性社員早乙女めぐみが退社後、一人で各種のことを楽しむソロ活を描いています。シーズン4は初めて台湾でロケ、主演の江口のり子さんと森田昇プロデューサーらは今週台湾に来て撮影を開始。初めて訪台する江口さんは、来る前から楽しみにしているが、来た後台湾人は皆非常に優しいことに気がついたと述べました。台湾の人はみんなとても優しいですね。観光地で撮影しててもきっと邪魔になっていると思うんです、私たち。でも誰も怒らないし、道を譲ってくれたりするし、とてもいい気分で過ごさせてもらってます。シーズン3までは遊んでばかりだった、仕事をしている実感がなかったと笑いながら話した江口さんは、台湾のグルメのほか台湾の日常生活も楽しみたいと期待。観光客向けに作られた場所じゃないような、ありのままのその場所みたいなものを見れるのじゃないかなと思って、それを楽しみにしてます。中華電信の呉麗洲執行副総経理は、テレビ東京とのご縁は2015年孤独のグルメを放送して大人気になったことに遡ることができる。2022年の年末から放送したソロ活女子のすすめシリーズも大人気だったので、台湾ロケを誘致したと説明しました。テレビ東京と長期的な業務提携を望んでいる。今回は始まりだ。より多元的な協力計画につながってほしい。ソロ活女子のすすめ4には台湾編は3話、早乙女めぐみは初めて海外でソロ活、言葉の通じない異郷でどんな展開になるか楽しみです。ソロ活女子のすすめ4は来年春、台湾では中華電信のプラットフォームで独占先行配信。中華電信はすでに台湾における独占的代理権を購入し、台湾のスタッフも制作に参与しています。これによって日本との映画ドラマにおける交流を深め、コンテンツ産業に参入する決意を示します。